藤原さんに挑戦します。勉強だったんです。あ、同じだよな。クリッカー。おお、なんだこれ、なんだこれ。おはようございます。なんか突っ込んでほしかった。ああ、そういうことですか。どうしようと思って。今日はね、実は、VS 企画やろうかなと思って、僕が藤原さんに挑戦します。そういうことだった。実はマジですか。挑戦しますよ。お願いします。でなんですけど、挑戦やりたいからと。数はちょっと負けるから。ぶっちゃけ一匹挑戦だって可能性あるやん。それちょっと挑戦したいかなと思いますので、VS 企画、今日はよろしくお願いします。あ、お願いします。はい。いきなり、いきなりでしたけど。もう無理やり行きましょう。いいですよね。ああ、やってみますか。すいません。でね、今回、味爆水と、で、新しく出る、フリッカー。はい。フリッカーを持ってきます。まあ、テールがね、フリッカーの方がテール細いんで、はい、ちょっと動きが多分変わると思うんですけど、うん、これはまあ太いじゃないですか、前後一緒なんで、はい、うん、で、これを2つ使いながらやりたいかなと思います。はい、居酒屋さんで言ってたじゃないですか、でかいの釣ろうとかって狙いに、ちょっとあの天気とか予定とか合わずに釣れまくって時期ずらしちゃいました、正直。ということで、今日はちょっと CO さんでバチコンで2回狙いましょう。はいはいはい、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。止めていきます。かわいいやつが来ました。バレた。もう一回だけこのままやって、ちょっと次かかりきらんかったりすると、ちょっとジグヘッドを軽くしようかな。ちょっと重めであえてやってる。おお、ちょっと浮かしてったら食いましたけど、ちょっと可愛いのから来ました。よいしょ。それ何、締めるやつですか。神経締めです。ベロトコかな。ベロトコからの行って、脊髄のその背骨の上のところに。ちょっと後ろしてやってみたい。なんかちょっと横に走ってる。はい、チャートに変えよう。来たね。背骨のこの上側のところに
神経が通ってる。上側行ってる。はい、背骨の中ではないよね。中の上に穴がある。あ、穴がある。ほんと背骨のね、ほんと。中の上の方に穴がある。で、それにこれが通っていってると。で、とりあえず、脳まで行って、そのままちょっとちょっとしながら、筋をずっと行ってくると。ここらしい。目のこの上らしい。目の上の方。そういうことね。ちょっと、もう一回やってみようか、どうね。勉強だったよ。通るけどな。手が続けてんけど、これまた抜きます、ね、逆にします、逆にして刺します、もう一回使います。スワージバクシーのいるところね。あとマーティライほらいっぱい釣ってる。なんかでかそうですね。でかそうですね。え？でかいそれ。イワッチ。でかいんちゃうの。ああ。ほらみんなマッサー回ってるし。ちょっとでかいのマーティだ。なんなん？え何？どうぞ。何それ？アジ？アジ？何それ？フリッカー。ラッシュ来たね、ラッシュ。おお。そこそこ引いてるんだこいつ。お！ちょっとサイズアップしたんちゃうか？ちょっとサイズアップしたな、これは間違いない。アジバックスイッチャートでした。お、来た向こう。お、それもでかい、でかいの、でかいぞ。でかいぞ。でかいぞ、でかいぞ。やばいぞ、でかいぞ。今でかいの待ってるだろ。あー。あー負けてるわ。もうちょいやったら一瞬いけたんちゃうか、登れんけどな。くそー、もうちょいや。これアイジバックスですわ。あ、自分フリッカーです。フリッカー、はい、くそー、もうちょっと時間あるから頑張ろう、これなんなん？お、やたらと重たいぞ。おお、おお、なんだこれ。自分も来ましたけど。なんだこれ。絡んだある？ああ、外れた。でかそうでしたね、今のは。めっちゃ重たかったよっしゃ。じゃあ。おお。おお。なんじゃなんじゃなんじゃ。
これまくれるか、まくれるか、まくれるか、おー、あーちょっとまくれなかったか。さあもうちょい大きいの欲しかったな。一発でかの木だもんな、ハズレだから。あのアジバックスイートフリッカー、はい、どっちがこう、あでもね後半やっぱりアジバックスイ盛り返しました、はいってなりましたね。なんかね僕も最初、うん、フリッカー使ってて、うん、で途中で、まあ、アジバックスイ変えて、なんかねアジバックスイの方がでかかったんです。はい、そうですね、それがありましたね、うん、でかかったような気がします。で当たりもね、なんかアジバックスイの方がちゃんと出たかなって、ああしっかりガッツリみたいな、うん、出た方が感じしました。そう最初のちょっと渋かった時はフリッカーでちょっとナチュラルとか、うん、なんかそんなに戻すとか、うん、あれを取っていくみたいなのがあったんですけど、後半はやっぱりちょっとカジバックスイのプルブックとかクッとか動きすぎないぐらいのでかい動きが良かったんじゃないみたいな感じもしたんですけど、はい、カラーは最初は僕クリア使ってて、はいはい、でチャートに変えたりとかいろいろしたんですけど、基本的に、まあ、チャートが良かったかなみたいな感じだったんですよね。はい、ということで、はい、あの検定しましょう。はい、そうですね、はい、まずね、まずね、まずね、まず上行きますね。30は超えてますね、これ33、はい、33、33、はい、これ33、おい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 、まあ34、これぐらいいってみようか。34あるの、あ、あります、追いついたね、今34追いついたね、追いついた、追いつきましたよ、これ。34でトマチームだ。5ぐらいありますか。5ぐらい、そうですね、35あるね。5あるで、あるで、ね、こいつどうですかね、こいつ、おっと、来た、ちょっとでかいね、これ太い、36ぐらいあるね、これ。あー、そうですね、6ぐらい、36ぐらい、ちょっと人前ちっちゃいね。そう、ああ、乾杯であります。で実はね、あの今日はね、岩地もね、あのこそっとしちゃったんですよ。でかかったね。でかかったですね、あれね。あれどこ行ったの。はい、岩地。どこ。もう一回でかいやつのワンチャン、ツーチャンぐらいはあった。ありましたね、はい。めっちゃでかいのかかったのに。これでまくれるかなと思って、もうルンルンキームで上げてきながら、上げてくる途中で外れるな、絶対外れるな、絶対外れるなと思いながら、とこで、あの船長ネットまで持ってきてくれた時に外れるっていうものを、ハプニングがありましたけど、まあ、超面白かったんです。はい、あ、でかいでかい、あ、もうほぼほぼ、あ、40いってますね、40ぐらいありますね、39か。最後このサイズを連発してた時は、はい、もうボトムでもう糸をたるませて、あ、やってましたね、はい、で、からスッて張ってた時のグワッて、その時のグッて2回ふわりました、ね、ちょっと緩めておいてスッていった時の瞬間、浮いた瞬間にコマンってくるやつ、それをちょっと下のレンジでやってたんですね。最後それが良いんだ、次やります。はい。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとリベンジ、もう一回リベンジ。リベンジ。超面白かった。楽しかったです。はい。またリベンジお願いします。お願いします。